うわー、めっちゃいいじゃないですか。いいんすか？時間ない。はい、ありがとうございます。このまま一口、まずほかほかの炊きたてをいただきます。はい、うん、これ何もかけなくても美味しいですね、やっぱね。あとまあ塩、塩もありますけど、ちょっとでこれが意外にシンプルで美味しい。スパム焼き、ちょっとスパム丼やっていいですか？はい、じゃあ、いやー、これスパム丼いいな。よし、いただきます。うん、これでこのままかっこむ。うん、うん、はい、箸休めのロックスケ塩キュウリ。やべえ、僕浅草橋でキャンプ気分を。この T シャツが、ね、これ今日一日ずっと撮影してたんで、あのだいぶ消費してたんで、だいぶ減るなんで、最後の一歩手前でこれがいただけるのはちょっと幸せですね。エネルギー。いや、米うまいっすね、やっぱ。いや、最高の食材、米。うん、もうちょっとおかわりいただいて、はい、全部食べても大丈夫でしょ。これとさっきのあれがうまかったんですよ、この、これ、このコンビが。これ、これ保存食にもなるしね。うんうんうん。缶詰である。はい。うん、うん、胡椒、お好みで。いや、こういうね、ただほら、考えると、ね、だから限定10食とか。うん、ただシェラカップで食うのがいいっすね。すいません、ありがとう、頑張っていただいちゃって。いや、もう日本、いや、最高っすよ、最高っす。ごちそうさまでした。あー、ごちそうさまです。これはいい、お米、ティー最高。